ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェカイエンクーペ2020年式13500キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。そしてまた今回もちょっとこちらご紹介させていただくんですけれども、はい、あの比較が割とご好評いただいてますので、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと比較する車がまた今回もないんですけど、はい、ちょっと別のグレードをちょっと引き合いに出して、はい、まあ、こんな違いがありますよ、はい、っていう感じでご紹介させていただけたらなと思います、はいはい、そして今回あのちょっと僕いつもながら予習したんですけど、はい、あの覚えきれなかったんで、はい、カンペを渡しました、はい、そしてあの予習があの過去最高に難航いたしました。なんでですか。いや、ポルシェってもうどうなってんですかこれ。どうなってるというと、いや、もうグレードも今カイエンすごいいろいろあるじゃないですか、はいはい、でなおかつオプションもこう、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、でなおかつホームページが見づらい見づらい見づらい、まあ、より細かくねやってると思いますけど、はい、まあそのなんだろうな、こうね、そのオプション何って言って調べるとこうボタンを押したとしても分からないオプションがあるよね。これ何のオプションだろうっていうのね、そういうのあったりしますね。はい、みんなあの P で始まるやつになってて、はい、まずそれがちょっと分かりづらいのと、はい、あとそのグレードの比較がなかなかしづらい、はい、僕が勝手に思っただけですよ、うんうん、ホームページはちょっとグレードの比較がしづらい、うんうん、ホームページだなって感じなんですよ、はい、だから一応そのウィンドウを2つ開いて、はいはい、2つこう2台いっぺんにこうやったりして、ちょっと僕なりにちょっと違いを調べてきたんで、はい、その辺を今回ちょっとお話ししたいなと思います。そうですね、まあ、特にねやっぱりグレードなんかもやっぱりターボだからあったらある程度ね全部ついてるけど、今回ご紹介させていただくのがまあベースグレードで、まあ、ベースと S の違いってなかなかちょっと分かりづらいところありますよね。そうですね、はい、で結構その中身が複雑なんで、うん、いやカイエンちょっと買おうと思ってんだよなっていう方でも、うん、ちょっとよくわかんないっていう人も多分少なくないと思うんですよ、うんうんうん、そうですね、ちょっとその辺を今回噛み砕いて、はいはい、ご説明させていただきます、はい、でまずはちょっとそのカイエンクーペといえばグレードなんですけれども、はい、一応今現行のグレードラインナップが、はい、まあ、ベースのカイエン、はい、まあ、カイエンクーペですね、はい、あとその上に E ハイブリッド、はい、そして S、GTS、ターボ、ターボ S、E ハイブリッドとターボ GT ということで、はい、全部で7グレード、はいはい、それ聞いただけどね、7グレードって、はい、もうそれもまあまあじゃないですか、はいはいはい、E クラスとかも結構ありましたけど、そうね、うん、ただこれ結構あの分けると分かりやすいんですよね。分けるとというと、まず E ハイブリッドっていうのが136馬力のモータープラスした、うん、はい、まあ、その名の通りにハイブリッドモデル、はい、だからハイブリッド必要ないよっていう方だと、うん、もうその2グレードがなくなるんで、うんうん、まあ、あとは別のところから選んでいただく、うん、でその別のところも、うん、基本的には V6 と V8 のモデルラインナップなんで、うん、まあ、よりトルクフルな、うん、まあ、パワーを求める方は、うん、まあ、上のその V8 モデル、うん、GTS 以上ですよね、うん、選んでいただいて、うん、いやいやもう全然スタンダードなのでいいんだよっていう方は、うん、もうベースのカイエン、カイエンクーペと、うん、まあ、S から選んでいただければいいんで、結構こう整理すると分かりやすい、うん、エンジンで整理すると分かりやすいですね。そうですね、はい、でそれに伴って、まあ、上のグレードになればいろんなものがついてきたりとかっていうのがあるんで、はい、まずちょっとそこで分けていただくと分かりやすいんじゃないかと、はい、そうですね、はい、で今回ご紹介させていただくのが一番ベースグレードのベースグレードですね、はい、カイエン、クーペということで、はい、一番そうツッチーが比較しやすいグレードじゃないですか。そうですね、はいはい、一番スタートのところなんです、はい、あともう一つは多分カイエンとカイエンクーペで比較してる人もいると思うんですよ。ああそうですね、はい、どっち買おうみたいな、スタイリング的にはこうちょっとシュッとしたクーペかな、はいはいはい、だから荷物乗せたりとかっていうんだったら、うん、カイエンかなっていう、うん、多分その辺考えてる人もいると思うんですけど、うん、クーペになるとこれだいぶスポーティーなんですね。そうですね、はい、でこれが装備なんかにもかなり影響してるんですね、まあ、標準装備にさ、ね、なってるかなってないかってことですね、はい、なんでちょっとその辺を前回りからちょっと見ていきたいんですけど、はい、基本的に S 含め、はい、カイエン、カイエンクーペ、うん、前回りは一緒なんですよ。前回り一緒です、はい、ただ見比べるとこの辺が黒くなってたりとか、うん、よりちょっと引き締まった顔つきになってて、はい、でこれが普通のカイエンだとシルバーになってるでしょ、うん、そうですね、ここはね、ですよね、はい、ちょっとこう顔つきが少しだけ色味が変わるという、はい、でそれでだいぶ印象違いません？印象違いますね、はい、で今回こう黒なんで黒でまとまってるんで、はい、よりこうなんかこういじってないのにいじってある車みたいな、はいはい、そんな印象を僕は受けました。そしてあとはポルシェといえばオプションですから、はい、オプションも同時にご紹介させていただきたいんですけれども、はい、今回の車はこちらのマトリックス LED、はい、ヘッドライト、はい、高いやつがついてございます、はい、まあ、この辺もついてるように越したことはないかな、はい、
まあ、非常にお買い得な、うん、ここはね結構その中古車でついてるついてないって結構大きなポイントでもなりますね、はい。まあ、利便性しかり、あとビジュアルも違うんですよね、はい、そうですね、はい、なんでまあその辺気にされる方にも非常におすすめなオプションがついてございます、はい。であとはちょっとこう全体的なシルエットの話でいいですか、はいはい。僕はあのもうすごく極端なんし、後ろしか変わらないんだろうなって思ってたんですよ、普通のクーペと、はい、普通の、はい。そしたらフロントガラスの傾斜もだいぶ違うんですね。そうです、だからもう A ピラーから後ろが違う感じなんです。ここから後ろがもう全部違うんです、はい、違います、ね、はい。でこのここから後ろも違うんですよ、はい、違います、はい、だ一緒なのはここの前とボンネットのところ、はい。あと細かいところで見ていくと窓枠なんかもクーペになると、はい、これ小島さん的に当たり前のところですか。当たり前です当たり前ですねって、はい、いや全然いいと思います、はい、いや僕は改めてこう、はい、いろいろコンフィギュレーション、そういえば窓枠黒いなと思って。そうです、はい、だこの辺もなんか車の全体的な印象にかなり影響してるなって、ね、はい。まあ、もちろんその普通のカイエンでも、うん、まあ、ラッピングしたりとかって簡単にできるところですけど、うん、もう車のなんかキャラクターを表してます、ね、そうですね、スポーツのねところを表してますね。あともう一つ大きなところで言うと、うん、このガラスルーフがクーペだと標準ということで、標準ですね、はい。これすごくないですか。なんで標準にしたんですかね。でも一応カーボンルーフはオプションであるんですけど、なんでそのルーフを標準にしたのか、まあ後で乗っていただくと開放感もすごいいいですし、屋根がちょっと低いですからなんですかね。ちょっとその辺もあるかもしれないですよね、うん。あとはそのなんだろう、重量がカイエンよりもクーペって重くなるので、屋根をガラスにした方が軽くなるのかな。どうなんですか、分かんないですけど、サンルーフにしたと重くなるじゃないですか。もちろん、だからそこでガラスにしてある程度軽くする。ただ多分その分補強とかっていうのは、あ、そうかそうかそうか、分かんないです、うん、その設計の段階までちょっと分かんないなとも言えないですけど、でもやっぱ重量を考えたら、はい、かもしれないですよね、うん。普通の回より重くなってる、まあ、鉄板の方が重いのかガラスの方がいいのかちょっと怪しいところではありますけど、イメージ的なものとして、はいはいはい、だこの辺も本当にだから、うん、ちょっと本当にクーペのそうです、ね、はいはい、らしいところというか、はい、こんなスタイリングになってございます、はい。であとはホイールが超高級品が装着されていますね、はい。これ僕はあのコンフィグで価格見てちょっとひっくり返りそうになりました、はい。そうですね、これは多分値段見たら皆さんびっくりしますね。でホイールが標準だと19インチのところ、はい、もうインチアップしすぎじゃないですか。そうですね、はい、22インチが装着されてる、まあ、ボディがね結構迫力ありますから22でも全然、いやそうなんですよね、はい、すっぽり入ってるというか、なんか頑張って履いてる感、はい、さすがオプション全くないという、はい、そうですね。そしてこれが S と標準のだと同じ19インチなんですけどデザインが違うんですよね。そうですね、はい、スポーツデザインの方のホイールだったりとか、はい、まあ、ちょっとその辺の違いなんかあるんですけど大きく変わらないという、うん、はい。であとはキャリパーがちょっと大きく違うところなのかなって、はい。あ、一応あのお値段触れてみてください。ホイールですか。ホイールのお値段80万円ぐらいですね。83万3千円です、はい、社外ホイールのだいぶいいやつが買えました。そうですね、はい、こんなのが装着されて、はい、これ今回のはここがグロスブラックですかね、はい。でこっちがダイヤモンドカットというメーカー、はい、はい。ちょっとこのクラシックな感じも良くないですか。そうですね、はい、結構そのポルシェいじってる方でもそのクラシックデザインな感じのホイールに入れる方結構いらっしゃいますよね、はい。最近車のデザインもちょっとそういうのトレンドです、ね、そうですね、はい、はい。まあ、非常に似合ってるホイールが装着されてます、はい。であとはキャリパーが、一応ベースグレードのものだけ、ね、はい、ちょっとサイズ、はい、ちょっと違うと、はい。S 以上になると6スポットになったりとか、はいはい、大きくなるんですけども、はい、ベースグレードだけに関してはフロントが4ポット、はい、リアが2ポット、はい、でローターもちょっとちっちゃいんですよね。ちっちゃいですね、はい。でここを良しとするかじゃないですか。そうですね、だあんまりブレーキにこだわって車選ぶっていう人は多分あんまりいないと思うんですけど、アップデートはできないじゃないですか、はい。だ多分ベースと S を検討される方でブレーキをちょっと重要視される方ってそんなにいらっしゃらない気はします。もともとこのサイズですし、はい、まあ、もちろんそのこの巨体2トンオーバーの巨体が受け止められる設計ではあるんで、はい、あるんで、はいはい。なので保証が、まあ、終わったら塗っちゃってもいいです、うん。あ、そうなんですよね、このもう一つサイズとこの、はい、もありますけどこのフィニッシュが素地なんですよね。素地、はい、だこの辺気にされる方は、まあ、キャリパーペイントするだけでもだいぶ印象が違うのかな。そうですね、はい、そんな気がします、はい。でそれに合わせてローター系も S の方がちょっとだけ大きいと、はい。であともう一つ大きなポイントとしては足回り、はい、これが電子制御の、まあ、バネサスではあるんですけど、はい、クーペになると電子制御の足回りが標準装備です、はい、標準ですね、はい。ここも思いっきりキャラクター出てますよね。そうですね、はい、もう走りの、うんうん、
そこはねオプションじゃなくちゃんと追求してるところですね、はい、割とこう何でもかんでもオプションのポルシェとしては、うんはい、ここ標準っていうのは、うんね、僕はすごく好印象だし、はいはい、やっぱりなんかもう車のキャラクターをもうベースで作ってるんだなっていう感じました、うんだともういろんなこうオプションあるじゃないですか、はい、ここを塗るとか、なんかいろいろ、まあこれはご覧の通りですっていう感じです。そうですね、はい、ここ塗ってやってもいいですけどね。そうですね、まあ、掃除のパーツなくすと、ただ1個塗り出すと気になっちゃうんで、そうですね、グリルの中とか、はいはい、まあまあこの辺はお好みでしたら、はい、もうそのままボンドボディでベンチすることも可能なんで、うんまあ、お気軽にお問い合わせくださいということ で、あとはどうしましょう、そのまま後ろを回ってちゃいましょうか。そうですね、はい、はい、いろんなオプションついてますけれども、はいはい、グググッと回ってくるとリアのテールランプがオプションのティンテッド、はい、この黒い、まあ、クリアテールというベースが、はい、になるという。これ良くないですか。僕好きなんですよ。いやかっこいいですよね、はいはい、マカンなんかもねこうありますけど、でもこれすごい好きですね。僕正直何でもかんでもクリアテール派じゃないんですよ、はい、はいはいを最近撮った車種でも、ええ、ちょっとこう車種によってはちょっとやっちゃったか、やっちゃったというか、はい、やってんな感出るじゃないですか。あ、そうですね、はいはい、少しこう若者感というか、うんうんうん、いじってますよっていう感じ、はいはい、だそれが、まあ、カイアンだとあんまりないのかな。そうですね、はい、ちょっとこの辺のロゴが中に入ってるの部分だったりとか、うんうんうん、あと中のデザイン的にあんまりそれがないのか、うんうん、そうですね。私もそうですよ、やっぱ車種によってクリアだとちょっとっていうのありますよね。それこそ昔の話で言うと、うんうん、あの乗ってる方にはめちゃめちゃ失礼な話なんですけど、うんうん、E60 のクリアテールそうものすごい違和感あったじゃないですか。あったあった。 あれでも純正なんだよね。あれそうなんですよ。そうなんだよ。マジか、はい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 、そのものから考えるとなんかこうデザイン的に、はい、なんか全然違和感のないクリアテールかなっていう、うん、だとそのスタイリングの話で言うと、うん、もうここの作りは全く違うと、はいはい、あとそのナンバーの作り位置も、うん、その関連だと、まあ、ゲートにつくと、うん、クーペンになるとこっちになって、うん、だその辺でもだいぶここのシルエットが、そうですね、だからやっぱりねその911とか そこら辺のね流れが、まあ、パナメーラとか、はい、あの辺のちょっとクーペとかセダンとかのちょっと流れをやっぱり組んでるなって、うん、組んでるなって思いますね、はい、感じがします、はい、あともう一つ大きなポイントとしてはこのマフラーが、はい、通常関連ベースグレードだと、はい、あのスクエアの2本出しになるんですよね、はい、それが S 以上もしくはオプションで選択していただくと、うん、この4本出しという、はい、これだいぶ印象良くないですか。これはねポイント大きいですね。ですよね、はい、大きいと思います。もちろんその四角がダメっていうわけじゃないんですけど、はい、やっぱり4本出しってこう、はい、車のキャラクターにも、そうですね、やっぱりスポーツをここまでこう、ね、前から押し切り出してきてるで最後にここでちょっとってなるとね、やっぱりスポーツで終わらせたいところですよね。でこれ覗くと分かるんですけど、はい、これいわゆるこのバンパーについてるカッターじゃないんですよね、うん、はい、そうパイプごと4本出しになる、はい、だこれ多分後から変更できなくはないんでしょうけど、やるとしたら多分、まあ、結構いいねですよね。なんなっちゃいますね、金額的にも、はいはいはい、手間的にも、うん、だからこれ4本出しっていうのはかなり印象としていいんじゃないか、はい、新車のオプションで10万ぐらいか、確かそのぐらいですよね。それ考えたら全然つけといた方がいいですよね。でまたこのクロームもありますけども、うん、今回この黒をチョイスしてるっていうのが、ね、はい、前オーナー様のちょっとセンスを感じます、はい、そうですね。あとはモデルのこのロゴなんかはないんですね。レスにしてますね、はいはい、オプション0円でしたっけ。0円です、ね、はい、で今回のはついていないということで、はい、だいぶすっきりすっきりしてていいんじゃないですか。そうですね、うん、本当にだから社外品ついてない、なんか車社外のちょっとこうカスタマイズ加えたような、うんうんうん、そんな印象すらありますよ ね、うん、まとまってますよね。こんな外観になっております、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクはもう当然のようにここで、はい、電動のパワーテールゲートになってございます、はい、で容量的なものが、まあ、当然普通のクーペじゃない方に、はい、ちょっと狭いという、そうですね、普通のカイエンよりかは狭くなっちゃいますね。で毎回恒例ゴルフバッグシミュレーション、はいはい、もう本当に毎回言ってますけど、ちょっと皆様の、想像力に、はいはい、お任せいたします。こんな感じで、まあ、普通にこうカバーつけても入りそうな感じですよね。そうですね、はいはい、そしてトランクも424で倒れますから、はい、倒していただければ十分使っていただけるのか、はい、あとはその高さの問題じゃないですか。そうですね、高さね、どうしてもここまでゲートが来ちゃうんで、うん、ちょっと背の高い荷物を積むのはあれかなっていう、うん、そんな感じになっております。でこの下もあるんですよね。はい、ちょっと時間取りましょうか、はい、こんな感じで下は割と容量ありますね。そうですね、はい、でパンク修理キットと、うん、はい、そしてホイールの鍵ですかね、この辺なんかもついてる。
だからもう車は結構大きいから、この収納に関してはかなり十分以上、うん、クーペでも。でもちろんもっとっていう方は普通のクーペじゃない方を選んでいただくと使い勝手がいいのかな、うん、そんな感じがします。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、そしてコンフォートアクセスがついてると、はい、これ標準じゃない年式もあるみたいで。そうですね、現行だと、僕ちょっとホームページ見る限りだと現行だと全車標準、はい、ってことなんですけど、はい、この車の場合はこの年式はオプションです。はい、はい、で今回の車はついてるとついてます、はいはい、そして中を見ていただくと、ここも外装に習ってというか、はい、もうクーペらしい内装になってるんですね、はい、でまず一番目につくところで言うと、このスポーツシートが標準になるんですね、クーペだとね、はい、はい、そうですね、はい、で普通のカイエンだと、ヘッドレスト別体のコンフォートシートが標準ということで、はいはい、もうだから本当にスポーティーな車ということで位置づけですね、はい、でもちろんそのアップグレードしていくと、はい、まあ、8ウェイからさらに上の、はい、14ウェイ、はい、18ウェイありますけれども、はい、今回のは一番スタンダードの8ウェイ、はいはい、まあ、ただこれも911とかと違って、うん、こう手動になっちゃいますよっていうわけじゃないんで、うんうん、もう立ち位置的に割とこうラグジュアリー要素もこう求められる車じゃないですか、うんうん、なんで一応パワーシート標準なんで、うん、はい、まあ、この辺はもちろんその上の、うん、もうきめ細かく調整できるシートに越したことはないですけど、うんうん、まあ、全然こうスタート地点でだいぶいいなっていう印象を受けました、うん、ベースですね、ベースとして、はいはい、だと一応このレザーの方がパーシャルレザーって言って、はい、なんか背中とお尻のところが本革 で、はいはい、でその周りのサイドサポートの辺なんかが全部合皮という、はい、これ分かんないですよね、はい、もうこれ実際にやっぱり現車見ていただいて触ってもらえると分かりますけど、分からないです。ビニール感全然ないですよね、違いが分からない、はい、でオプションでどんどんその上に行けば本革は全部本革だったりとか、はい、あとドアとかダッシュボードなんてオプションもありますけど、はいはい、本革とかね、そういうのは分かりますけどね、その合皮とかそういうのって最近本当分かんないですね。そうですよね、分かんないです。すごく品質が良くなってる、良くなってます、はい、だとこちらダッシュボード側に行くとステアリングがウッドだったりだとか、うん、ちょっと個性的なオプションが今回選択されている、そうですね、はい、これもねオプションですから選択、その前オーナーさんがね選択されてはいますけども、結構時々911とかでもウッド内装とか選ばれる方いるんですけど、うん、なんかギャップ良くないですか、うん、ギャップね、そうね、スポーティーなのとウッドなのでちょっとプラクティカルな印象が出て、はいはい、かなり僕的にはかっこいいなと思ってしまいました。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。非常に恐縮なんですけれども、カイエンクーペは、はい、車両製作も携わらせていただいたんで、結構な距離乗せていただいたんですよ。あ、そうなんだ。あ、そう、あ、っていうリアクションが、ね、はいはい、ちょっとグレード違いますけど、はい、あんまりちょっとないんですけど、はい、そしてステアリングは先ほど言いましたけども、ウッドでここレザーで、はい、で、まあ、モード切り替えも当然ついてるという。で、あれなんですよね、スポーツクロノが、はいはい、クーペだと標準ということで、標準です、はい、もうここも思いっきり車のキャラクターを物語ってますね、物語ってますね、はい、でスポークロが今回の車はこの白いのになってる、そこはオプションですね、はい、色はなってますね、はい、なのでこっちのモード切り替えもついてると。で S と、S じゃないので0-100が1秒ぐらい違うんでしょ、うん、だちょっとその辺の馬力の違いだったりだとか、そうですね、はい、一応100馬力ね違いますから、まあ、一応これ装着の車ですけれども、はい、まあ、そんな違いもあったりします。であとメーターがこれ書いてなかったんですけど、うん、僕コンフィグで見比べたら、うん、あれってちょっと気がついたところではあるんですけど、うん、そこ気づくの変態ですよ。本当ですか、はい、このメーターはいがベースグレードだと250キロ、はい、まあ、正確には270キロですかね、はい、のスケールメーターになると、うん、でこれが S 以上だと300キロメーター、はい、まあ、もしかしたらその上、はい、開演ターボとかもっとですか、どうなんだ、確かね、そうだよ ね、うん、300キロ以上出るから、うん、で一応 S になるとこれが300キロのメーターになる、うん、でこれなんでかなと思ったら最高速そもそも、うん、ベースと S で違うんですよ、ね、うんうん、違うからね、はい、でベースだと246キロかな、はい、でそれが S になると260キロ近く出るんで、うん、まあ、その辺の関係があってこの辺が、まあ、そのデジタルメーターならではのちょっと違いだよね。そうですね、はい、ただこれ物が違うわけじゃないんで、はい、多分これ中のデータが違うだけかなと、はいはい、そんな気がします、はい、そしてあとはちょっとこれ市場でちょっと確認してみたいと思いますけれども、一応ベースグレードだと普通のパワーステアリング、うん、で S になるとパワーステアリングプラスということで、はい、ちょっとステアリングの重さが変わるんですね、はい、サポート量がちょっと変わるんですよね、はい、これちょっと乗ってみたいと思います。そしてあとこれ辺ですよね、ちょっとこれはちょっと慣れ必要くないですか、どうですか、この仕組み自体、仕組みね、はい、
とにかく全部入らないと、はい、ここに入らないと何もできないじゃないですか、はいはいはい、もうなんかこう物理キーでこうサササって感じじゃないじゃないですか。あ、はい、まあ、エアコンとかここでねできるけど、そうですね、うん、ちょっと使用頻度の高いものに関しては、うん、まあ、一応出てますけれども、例えばこうアイドリングストップとか、はいはいはい、で使う人は使うじゃないですか。そうですね、僕必ずオフにしたい派なんですよ、うんうんうん、だそれが一回こう入らないとできない、うん、ポルシェのアイドリングストップってすごい敏感だからね。あ、そうなんですか。え、のそんな感じたことないですか。感じたことないです。でも信号っていうか、とにかく乗ったらオフにしちゃうから分からない。信号が止まったらすぐ、はい、あれっつってなっちゃったりする敏感なんで、もう必ず私もオフにします。止まるべきタイミングで止まってくればいいんですけど、うんうん、不意に止まるとちょっとびっくりしますよね。そうそうそう、本当にブレーキかけた時にストンで止まるんで、はい、エンジン止まっちゃったのかなと思ったりする。ちょっと T 字路出る時とか、ちょっと一時停止だけブンって止まったりすると確かにびっくりするんで、その辺がちょっと入らないと使えないと、はい、あとエアコンに関しては、標準でデュアルゾーンですけれども、今回の車はリアも追加されて4ゾーンのエアコンになっていると、はいはい、そしてあとこの足回り PASM が、クーペだと標準なんで、はい、まあ、その辺なんかもここでもここでもできちゃうと。そうですよ ね、 そうですね、はいはい、この辺ができるようになってます、はい、であとはドリンクホルダー、シガーソケット、はい、だとアームレストの中はこんな感じで USB がタイプ C ですよね、はいはい、2ゲート入ってございます。だとペダル、はい、これがベースグレードだと一応ラバーのペダルになるということで、はい、でこれが SE 上だとステンレスのカバーがついてくる、はい、でこの辺は僕いいですか、はい、あのテックアートをつけましょう。テックアートと純正どう違うんですか。あの形が違います、はい、そもそもでテックアートのロゴも確か入ってます、はい、なのでまあこの辺はもういかようにでも、はい、だから多分部品取れば全然これもし気になる方は全然できちゃいますよね、うん、買えるところなんで、ね、そこはねいいと思います。まあこんな感じになっております、はい、そしてあの僕結構距離も乗らせていただいたんですよ、うん、車両政策の時に、うん、めちゃめちゃ使いやすくないですか、ペダルレイアウトも。あ、ペダルレイアウトですね、はい、スペース的にも、はい、フットレストも大きいし、うん、この辺だからすごくこうやっぱり走る車がちょっと考えられてるなっていうのはちょっと乗ってみて感じました、うん、あと ACC だったりの便利機能もついてますし、うん、はい、あと一ついいですか、はい、それも今もポルシェだったら当たり前なんですけど、やっぱり皆さんお客様で言われた時によく言われるのがメディアの数がちょっと残念な、あ、そうですね、テレビないんですよね。テレビないんですよ、はい、テレビなくてもうね今 DVD ないの当たり前ですけど、はい、そっち側何もないんですよね。何もないんです。だからラジオか Bluetooth、 Bluetooth だ、携帯でスマホで満足してる人だったら全く問題ないですけ ど、 すけど、はい、ちょっとお子さんがいる家庭で何か見せたいとか、うん、はいはい、ってなってくるとちょっと追加する必要があるのか、はい、ありますね、はい、確かにそれはカイエン、ポルシェ、ポルシェ系、はい、この、ね、ナビゲーションのやつは結構ありますね、はい、まあ、足せますもんね、まあ、足せるの足せるんで、はい、こんな感じのナビになってます、はい、そしてあとは天井は一応このファブリックで、うん、ピラー、ルーフ、そしてバイザーがこのラバーのタイプ、ビニールですかね、うん、はい、こんな感じになっております。そしてこれやっぱりいいっすね、ガラスルーフ、はい、ガラスルーフ、これでもね後ろに乗るとね全然やっぱ雰囲気違いますね。確かに、はい、こんな感じになっております、はい、ただやっぱりフロントの傾斜、うん、乗り比べるとちょっと違うかもしれないですね、うん、結構ね寝てますね、寝てますよね A ピラーが、はいはい、ただそのせいもあってか、うん、これがすごく効いてる気がします、うん、僕身長175ですけど上全然余裕ありますし、うん、ありますね、はいはい、それ以上に開放感を感じます、はいはい、こんな感じの内装になってます。じゃ続いてリアシートも見てみたいと思います。リアシートは小島店長がもうスタンバイしておりますけれども、はい、いかがですか。いや、すごい快適ですよ。僕後ろは乗ったことないんですけど、うん、もう見るからに広いですよね。広いです。で私身長168、もう十分頭ありますし、さっき言ったそのガラスルーフすごい開放感がありますね。であとは結構そのクーペタイプってここら辺が狭く感じますけど、そんなには感じないです。でルーフもここまであるんで、あとはドリンクホルダー、まあ、ちょっとここをねこういう出てるやつでもいいのかなと思いましたけど、まあ、こう置く式があって、あとはオプションのこの4ゾーンの、これすごいいいと思います。こういう感じで温度もいけますし、出るところこれ後から絶対つけられないやつなので、まあ、絶対とは言えませんけど、つけられない、基本的につけられないんで非常にいいと思います。
もうすごく初歩的なところ言っていいですか、はい、4人乗りなんで、うん、ちょっとフォーゾーンがめちゃめちゃ効いてるなっていう。そうですね、はい、真ん中、まあ、5人乗りでも真ん中まで乗せるってあんまないかもしれないですけど、そうですね、4人乗りだとこうよりこうリアのシートの左右のこう分かれてる感じがあるじゃないですか、うん、だそこフォーゾーンで、そうですね、それぞれ快適にっていうのはすごくいいのかなって、うん、であえてそのグレードとして分けてるのは何かなと思うんですけどね、4人乗りとその センター、あ、ごめんなさい、名称忘れちゃった、名称、まあ、5人乗りってあるじゃないですか、なんでわざと分けたのかなと思いますけど、まあ、でもクーペのデザインだと他のグレードも4人乗り多いのかな、どうなんですかね、そんなことないですよね、うんうん、まあ、割と贅沢に贅沢ですね、広々と使ってて、うん、足元のスペースも結構ありますもんね、うん、でシートもねすごいフィットして、はい、本当に長距離全然いけるんじゃないかなと思いますね、うん、え、座ってみたらどうですか、はい、いや乗り降りめっちゃしやすいですよ、うん、広いし、そうそうそう、高さは感じます、結構ね この足元入り方広いんですよね、はい、うん、そしてこことここの高さってあんまりないんで、うんうんうん、割と床は高い感じがします、うん、こう乗り込んだところ、シートはホールドも割と、うん、はい、いいですね、はい、結構そのフロントと距離感はちょっとなんか感じません、あ、感じます、うん、あとはスポーツシートでこうヘッドレスト一体なんで、うんうんうん、少しこう圧迫感はある気がします、うんうん、でもそこは上がね、そうですね、また空いてるんで、上がここは空いてるんで、多分これが外の景色だとしたら相当イメージ変わると思うんですね、そうですね、はい、かもしくはここ逆にこう普通のルーフだったら多分、はい、多分結構な閉塞感があると思うんですけど、はい、ここがやっぱりかなり効いてるなっていう印象はあります。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います。エンジンの方が、はい、もう僕が紹介するまでもないと思うんですけど、はい、V6 3リッター340馬力、はい、ということで、もうこの上っていうのが一応 V8 ターボありますけれども、うん、はい、まあ、日常使いであればもう十分以上じゃないかな、そうですね、もうこのグレードではなくさまざまなモデルに搭載されてエンジンなの でちょっとあのカイエンってあの上がすごすぎるんで、うん、ベースがちょっと損してますよね、そう思いません、ベースの、ね、実力がちょっとそのなんか下に見られちゃうっていうか、そうなんですよ、はい、ちょっとね、もう十分だってもうすごい走行性能の SUV、はいはい、この場合クーペですけど、うん、じゃないですか、はいはいはい、それが上がすごすぎて、はい、なんかちょっとこう背中が寂しく感じちゃうんですけど、一、うん、回整理してみると、はい、340馬力ですから、はいはい、もう国産でそんなに300馬力出てる SUV なんてもちろんないですし、そうですね、ゼロ100に関しては6秒台ですから、まあ、はい、はい、瞬速って言ってもいいんじゃないでしょうか、うん、はい、まあね、ここはちょっとねまた試乗 で、ね、レビューしていただければ、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、続いて天井周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします。でちょっと僕はあの沖の紹介で、はい、拾い忘れ多分あると思うんで、はいはい、一応もう一回改めていいですか、はい、カンペ見ていいですか、はい、一応、クーペだとポルシェスタビリティマネジメント、あとポルシェトラクションマネジメント、あと、PSM が標準ということで、はいはい、普通これカイエンだとオプションということですよね、はいはい、PPP ですね、 PPP そうですね、 PPP です、ね、PPP です、はい、覚えやすいのか覚えにくいのか、はい、あと今回の車のオプション装備、はい、もう一回ちょっとおさらいなんですけど、はい、22インチ LED マトリックスヘッドライト、はい、コンフォートアクセス、シートヒーターついてるんですよね、はい、ついてます、はい、あとティンテッド LED テール、はい、フォーゾーンエアコン、ウッド内装、レーンキープもオプションでついてる、ね、オプションです、はい、はい、あとプライバシーガラスだったりとか、はい、まあ、その辺の細かいのがいろいろついてますよ、はいはい、こんな内容になってございます、はい、じゃあ行きましょう市場に、はいはい、ドライブレコーダーもちなみについてます、そうですね、360度
きましょう、はい、車両製作させていただいたのがターボだったんで、はい、実はあの普通のカイエンクーペン乗らせていただくのは初めてです、はいはい、V6 は初めてですね、はい、これステアリング全然軽いっすよ、うん、いらないと思いますよ。これファーステアリングプラスのオプション入ってないんですよね。入ってないと思います、はい、全然軽いっすよ、はい、ちょっと乗り比べてないんで何とも言えないですけど、でもちょっとね変な意味、はい、ファーステアリングオプション詐欺があるぐらいだよねついてますって言ってついてなかったりついてなかったり分かんないよね、はい、あとはそのあたかもすごい機能の変わらないように言ってるけど、うん、実はコーディングでできるんじゃねえかっていう、あ、はい、中のデータのそれね、はい、うわー、あ、こういう感じですね。こういう感じです、はい、あー、どこから説明しましょうか。どこからでも、正直ターボ乗らせていただいたのは結構前なんで、はいはい、忘れてるんですけど、はい、あのいろいろその時の感覚を思い出しました、はい、なんか車がめちゃめちゃしっかりしてます、はい、そしてものすごく乗用車ライク、はい、もう言ったらパナメーラみたいだって言って怒られたのも今鮮明に思い出しました、うん、はいはい、じゃあパナメーラから乗り換えなくていいねって言って怒られたんですよ、はいはいはい、でアイドリングストップが、ね、そう言ってたらアイドリングストップが、はい、あでもその試しにやってみたらそれすぐ止まっちゃうから、あ、ちょっとそれじゃあ今回やってみましょうか、うん、はい、そしてステアリングはさっきちょっと出る時も思ったんですけど、うん、軽いっすね、軽いです、軽いっす、運転しやすいですね、運転しやすい。大きさは、大きさはそんなに気にならないです、うん、僕はちょうどいい。でも大きいですよね、そうっすね、本当は実際はただそんなに気使うほどのサイズじゃないのかなっていう気はします。何、うん、でしょう、うん、そうっすね、ちょっとその辺は確かにちょっと距離感感じますけど、うんうん、でもやっぱりこのサイズで他のそのなんていうかな SUV クーペでついてないものって、ね、何ですかねってふと思った時にパーキングアシストついてないですね。あ、他のグレードついてるじゃないですか、はい、そうですね、サポート系がちょっと甘いかなっていう気がします、ね、でも運転のサポートは全部ついてますよ、はいはい、ただカメラ関係とか、はいはい、ちょっとカメラ関係ないですもんね、だって360度ありますよ。あ、ついてる、サラウンドついてる、サラウンドついてる、ついてるですね。360度もついてるんで、はい、あんまりこう困らないのかなっていう気はします。まあでもね、駐車場実証しても100点のアシストないからね、だいたい70点だから、はい、未だちょっと100点を出した車ないですね、はい、パーキングアシストでね。え、車めっちゃしっかりしてますね、はい、足は正直こう芯のある、はい、しっかりした感じ、はいはい、全体的には結構こう、うん、ゆっくりな動きですけど、はいはい、芯は硬い感じがします、はい、だからこれ飛ばしても大丈夫なんだろうなっていうのはすごく印象を受けました、はい、ブレーキはどうですか。ブレーキめっちゃ効きます。いやーベースだとちょっと4ボットになっちゃうんですよって言ってすいませんって感じですよ、はい、そしてちょっとグイッと、はい、え、全然速いですよ。え、これ本当に300ベースですか。ベースですよ。エンブレムついてないから S と間違えてない。いやいやいや、そんなことないですよえ、全然パワーありますよ。全然って言うとすげえ嫌なやつですね、うん、すごくパワーあります、うん、だからわーすげえっていうのはないですけど。あ、ないです、ないです、それはないですけど、うん、いや、かなり速いっすよこれ、うん、で、これが一応全部ノーマルですもんね。ノーマルです、はい、はい、ちょっとじゃあモード切り替えていきなりスポーツプラスまで行っちゃってですか。それやっちゃうとアイドリングが効かなくなっちゃう。あ、そっか。あ、もうダメです、ね、失礼しました、はい、あ、まあでもいいんじゃない。もう走り出したらスポーツプラスで。じゃあスポーツプラスでしましょう。うわ、え、めっちゃ速いですよこの車。でもなんかの助手席に乗ってても、うん、アクセルの当たりが全然変わったなっていうのが分かりますね、うん、え、めっちゃ速いですよ。しかもブレーキめっちゃ効く。スムーズな速さですよね。速さというか、はあ、そしてターボ乗らせていただいた時より車軽く感じますね、うん、なんか動きが軽い感じなんですか。動きが軽い感じします、うん、出足もターボとかってもうちょっとなんか全体的にこう重厚感あったんですけど、
なんか車が軽く感じる。いいっすね。ありですね。はい、今あのカメラマンさん後ろに乗っていただいてますけど、後ろからの視野どうですか。眩しい。ちょっとこれ上の開放感。最高ですね。いいですねこれ。ちょっとだいぶ良くないですか、海燕。なんか他の呼び名ないんですか。なんですか。え、なんかベースとか、うん、なんかそういうこと。ベースって言っちゃうとね。はい。でも表現のしようがないじゃないですか。うん、なんだろうね。これもう一周しましょうかちょっと。うん、はい、それポルシェメーカーに、あの言ってみたら。3.0 とか、なんか 4.0 とか、ベースとかね、スタンダードとかさ、そういうに言われちゃうから、はい、ちょっと彼らじゃないけど、なんかちょっとグレード名が欲しいっす。海燕クーペいや、それ車種名じゃないですか。そう、はい、めっちゃいいっすよ、これ。ただちょっと、まあ、高いっすね、車新しいんで。まあね、価格はね、はい、いや、ただ全然その価値はあるなって僕も思いました、うん。でもやっぱりマカン、まあ、さっきもね話しましたけど、マカンの値段がある程度落ちてきてないですし、カイエンも一時期やっぱ値段ちょっとガタ落ちした時もありましたけど、今安定してたりするので、はい、値段はそんなにね、だって値段が落ちるっていうすぐ止まりますねこれ。あ、ネグサップでしょ、はあ、だそこはてかこれ車速ゼロになる前に止まってるじゃないですか。そうそうそう、だから怖いんで怖いのこれ。今そのまま止まったからいいですけど、うん、やっぱアクセル踏もうってなった時に、うんうん、ワンテンポ遅れないですか。ワンテンポ遅れる。これはオフにしましょう。オフですね、はい、そうっすね。だいぶいいっすね。いいです。あと足かなってちょっと思いましょう、うんうんうん、やっぱりエアサスの方が懐深い感じはします、うん。助手席は全然いいですね。でもさっきの話じゃないですけど、これが例えば700万800万だったらいいですけど、めちゃめちゃいいですよ。いいですけど、そんな落ちる価値の車じゃないですよ。じゃないですよね、これは。うん、これ絶対ね。でも弾数少ないですけどね。これいいっすね。これ家族で1台いいですね。いや、家族っていうか家に1台だったらめちゃめちゃいいですよ。そうそうそう、家の車はこれだったら。家の車で。はい。いやでもこの340馬力こんなパワフルだと思わなかったっす、うん、どうだろうな。だからやっぱりさっきも話した、そのこのクラスでベースグレードでいくとディーゼルが多い中で、ガソリンでいったらレバンテかな。ああ。まあでもクーペじゃないですけどね、はい、やっぱりなんかポルシェって馬力以上に車が速い感じしますよね、うん、何なんですかね。普通の911もそうですよね、うん、馬力以上に車が速く感じますよね、うんうん。やっぱりその何ですかね、毎回そのベースグレードを乗って見直してる感じしますけど、はい、ポルシェがより一層見直せる感じしますよ ね。いや、これはだいぶいいっす、うん、でスポーツプラスだとだいぶ引っ張るんですね。3000回転ぐらい引っ張りますね、うん、足も結構硬いっす、うん、いやちょっと街中だとやっぱり使いづらいですね。そう、普通のノーマルの方がいい。乗り心地はね、全然助手席変わらないですね。本当ですか、うん、いやいや、運転席っていうかハンドルとかペダル踏んでるとめっちゃ分かりますよ、うん、硬くなったのが。このパネル類は、はい、まあもう出てどれ結構経ちますけど、どうなんですかね。みんなもう慣れましたね、でもね。そうっすか、うん、あとやっぱり指紋が気になるって言われますよね、うん。いや、これほんといいっすね。あれ？びっくりした。もうそろそろ完結ですか、じゃあ。1000万円ってでも、なかなかですよ。なかなかだね。なかなかですよ。うん。いやいや、でも、その価値あるなって、うん、今回ちょっと再確認しました。これ、はい、じゃあ、ツッチいじるとしたら。いやいや、もうこれはこれでいい気がします、僕。本当に？まあ、若干車高下げたいなっていうのはあるんですけど。うん、ただその見た目でこう車高下げちゃうとちょっともったいないなと思っちゃいましたね、うん、あ、そう、はい、車高下げたら乗り心地悪くなるかな。なっちゃいますね。いやいや、あの出てる
カイエンクーペってまだその足回り関係ってその充実して出てないかな、やっぱりパーツが。どうですかね、ダウンスプリングぐらいは多分あると思うんですけど、うん、これいいっすね、本当に。あ、でもまあ、あのね、ポルシェは保証問題がありますから。そうですね、はい、あとはこのウッドがちょっとその好みかどうかじゃないですか、うん、はい、でも全然気にならなくないですか。僕この真っ黒黒外装にこのウッド内装はだいぶかっこいいなと思いました、うんうんうん、はい、ここがちょっとシルバーとかだったらちょっとなんかじゃないですか。あ、やっぱりこの黒っぽいのが、まあ黒でもいいですけどね、でもちょっと味気がないかもしれないですね。いや、これ本当飛ばせますね。で、本当今日時間があったらね、上乗ってもらいたかったんですよ。いや、これ全然飛ばせますよ、うん、早いし。ただこれちゃんと飛ばせますね、うん、やっぱりね、ポルシェ作ってくるんですよ、ちゃんとしっかり。あと車が硬い、うん、めっちゃ硬い、うん、でも硬いって言ってさっきも何度も言ってますけど、助手席全然あれですよ、乗り心地じゃなくて、うん、ボディが、ボディが、ボディが硬い、全然寄れる感じしないですもん、ロールしてね、ブレーキしても。そうです、このガラスルーフであっても、はあはあ、だって何にも補強も何も入ってないですよ、ここ、うんうん、ここ渡してあるのって結構多いじゃないですか、うんうんうん、前と後ろ別になってるの、うんうんね、それでこのボディ剛性ってさすがですよね、はあはあ、これ全然僕乗っても分かるぐらい全然違いますよ、うん、段差こうやって越えても、うんうん、カーブこうやって曲がっても、うんうん、全然車なんか負けてる感じしないですもん、うんうんうん、ボディが、うんうんうん、もうギシギシともミシミシとも全然言わないし、うんうんうん、だって基本はやっぱりターボのあのね、ハイパフォーマンスを耐えられる、そうなんですよ ねあれで作られてるから、車の車種一緒ですからね、うん、これちょっとびっくりしました。でもそう考えたら、そう考えたらですよ、こんだけのボディをこの価格で買えるってすごい贅沢ですよね。確かにエンジンはもうあれかもしれないですけど、そうですね、うん、だからね、家で言ったら内装はちょっと豪華っていうか、その高い内装じゃないかもしれないけど、骨組みは高い家と同じじゃないですか、骨格は一緒ですから、同じなんで、はい、ある意味贅沢ですよね。だって値段倍以上違いますからね。そうそう、今相場だとしたら、はい、S と200万差が、はい、S とですら200万差あるんで、はいはい、これはびっくりした、今回ちょっと。これでもポルシェってこうすごいですよね。カイエン出たての頃からこういうやり方じゃないですか、うんうん、ベースと一番上のターボで値段倍違いますよ、うんうん、でその後から徐々にこう補填していくというか、グレードをね、追加していきますからね、はい、でこれだけグレード展開も幅広くって、うんうん、オプションもこんなに細かったら、うんうんうん、同じ車って基本的にほぼないじゃないですか、うんうんうん、でやっぱりこう見てビビビと来たら、うん、ちょっと乗るっていうのはいいかもしれないですね、うんうん、もうほぼ限りなく一点物に近いような車じゃないですか。そうね、うん、オーダーね、オーダーですよ本当に。車のこのしっかりさびっくりしましたね。ブレーキ効くし、効くしね。いやちょっとあのすげえ失礼な話なんですけど、うん、ターボ乗ってたから、うん、ちょっとこう寂しく物足りなく感じるところあるんだろうなと思ってたんですよ、うんうんうん、だってこの撮る前にさ、今回リアクションダメですからねって言ってもらって期待しないでくださいねって、結構鳴らしてもらったんですよターボは、うんうん、はい、ただ全然いい悪いじゃなくて方向が違いますよね、うんうんうん、またこれはこれターボはターボ、そうそうそうですね、911みたいな感じですね、うんうん、ベースは全然ベースの良さがありますね、うん、だからこそちょっと呼び名をちょっと変えてほしいです。何がいいの、命名すれば。命名ですか。いやでもそのちょっとターボっていう名前もちょっと限界に来てません、もはや。だってなんか、いやいや、まあ、だからターボね、はい、ターボだって全車ターボじゃないですか。そうそうそうね、あげくだって体感もターボですそうそうそう、わけわかんなくなってるじゃないですか、うんうん、もう一回ちょっとグレード体験見直して、ちょっと別の名前にしてほしいです、うん、僕、うん、でもなんかね、ポルシェターボって言ったらなんかもう別格みたいな感じがするから。そうですよね、もうターボっていうもう代名詞になっちゃってるね、なんかね、エンジンというよりかは。でもなんかそれがなんかこうすごくこう何ですか、うん、特別すぎて、うんうんうん、その下のグレードがなんかこう、うん、かわいそう、かわいそう、かわいそう、すごくいいのに、うん、すごくいいのにかわいそうっす。まあでも
ぱいい車っすよ、うん、いやちょっと本当にドイツの他のメーカー、うん、このクラスの、うん、GLE とか、うん、X6 とか、うん、ちょっとぜひちょっとあの検討されてる方は候補に入れていただきたいと思います、うん、そうですね、はい、だからディーゼルとガソリンのそのなんかでどっちがいいどっちが悪いっていうのはないですけど、エンジンの特色とかそのアイドリングの時とか全然雰囲気違いますからね。確かに確かに、うん、やっぱりどうしても御三家よりちょっと敷居が高い感じしちゃうんですよね、ポルシェ、はい、あまたちょっと車の作り方のアプローチもこうちょっと違うじゃないですか、うん、そのそうね、まあ、特にクーペだとだいぶ走りの、うんうん印象が強いし、うんうん、そういう風に車作ってあるし、うんうん、だそこ求めてる人って割と多いと思うんですよね、うんうん、やっぱり走りが良くて欧州車選んでる人って多いじゃないです か、うんうん、だかそこがかなりこう磨かれてるこのカイエンっていうのは、うん、特にクーペっていうのは僕今回すごくいいなと思いました。カイエンクーペ中途半端じゃないっていう意見はもう絶対捨ててもらった方がいいですね。そうですね、ちょっと先入観捨ててもらって一、うん、回ちょっと触って機会があれば乗っていただければ、うん、こういう良さ分かると思います、うん、はい、ありがとうございます。すいません、お疲れ様でした。じゃあ最後になりますけれども、はい、皆さん僕の方から先に総評いいですか。どうぞ。総評も結論ははっきりと、はい、もうクーペはだいぶいい、だいぶいい、はいはい、これに尽きるかな、はい、まあ、車のキャラクター的に僕がもうちょっとそのスポーティーなの好きっていうのもありますし、うん、やっぱりスタイリングが、うん、いいだけじゃなくて、うん、まあ、細かいところいろいろ黒くなってたりとか、うん、かなり見た目がやっぱりかっこいい、はい、でもちろんそのサイズ感だったりに関しては、うん、もう普通の SUV のクーペじゃない方、うんがちょっと部がありますけれども、うんうん、やっぱり装備だったりもかなり良くなるので、うん、はい、まあ、クーペはもちろんそのベースのスタート地点の話ですよ、うん、はいはい、まあ、だいぶいいなっていうのは今回感じました、はいはいはい、小島さんいかがですか。そうですね、やっぱりその今クーペって例えばあのベンツもそう GLE クーペ、BMW X6 だったりっていうのがあると思うんですけど、まあ、そこの流行りにこう SUV クーペってまあ何年か前からなってると思いますけど、カイエンクーペってちょっとなんか食わず嫌いだった部分があるかなっていうのをちょっと改めて感じましたね。非常にやっぱりポルシェやっぱポルシェちゃんと作ってきてるなっていうのを感じました。そうですね、はい、ちょっとなんかこう敷居が高い感じしちゃうんですよね。そうですね、あとはさっきねちょっと話長くなっちゃうかもしれないですけど、ツッチが言ったやっぱターボがとかそういうのがすごすぎるからやっぱりその評価がちょっと低いんじゃないかなっていうのはそうですね、うん、感じましたね、はい、冷静に考えるとこのガソリン車のこのサイズの SUV、はい、この価格帯っていうのが割と少ない貴重な存在なんですね。そうだと思います、そうだと思います、はい、他の方が結構ディーゼルなんかが多かったりするので、はい、そうですね、はい、そういったところももう一回見直していただいてもいい。そうですね、ちょっとあのグレード体系だったりとかはい、はい、オプションが複雑なんで、はいはい、なかなか選びにくいところであるんですけど、はい、まあ、整理してもらえば、はい、かなりハマるものが多分見つかると思いますので、はいはい、そんな中で今回のこの車非常におすすめですの で、 そうです、ね、ぜひお問い合わせいただければと思います、はい、というわけで今回はポルシェカイエンクーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。